ブレンダーン・スペンサーは、米国の殺人犯、服役州である。1979年1月29日、カリフォルニア州サンディエゴの、グローバー・クリーブランド小学校で、銃乱射事件を起こす。校長と主任用務員が死亡し、児童8名と警官1名が負傷した。クリーブランド小学校は、道路を挟んで、スペンサー家の向かいにあった。 スペンサーが使用したライフルは、クリスマスに父親に買ってもらったばかりのものである。6時間に及んだ犯行が終わり、誰を撃ちたかったのか尋ねられると、スペンサーは赤や青のジャケットを着ていること答えた。なぜ、銃を撃ったりしたのかと問われると、肩をすくめて、月曜日が嫌いなの。銃をぶっ放すとケーキ漬けになるでしょと答えたのである。また、理由なんかなかったわ。 面白かったんだもの、池でカモ漁をしているみたい、小学生たちは牛の群れみたいで簡単に狙えたわ、などとも語っている。事件当時、スペンサーは16歳であった。父親は修立大学の学長を務め、裕福な家庭で何不自由なく育った。スペンサーは殺人罪と武器を用いた暴行罪の二罪について罪を認め、 25年以上の就寝権が言い渡された。現在、チノのカリフォルニア女子刑務所に服役している。これまでにごど、仮釈放の申請資格を得たが、いずれも却下されている。最近では2019年。次回、仮釈放申請の資格を得るのは、最低所要服役期間に達する2021年で、ある。2005年、スペンサーは、事件当時は酒に酔い。 pcp を飲んでいて正気でなかったと主張している。また、子供の頃に、父親から性的虐待を受けていた、朱とケンジが共謀して、薬物検査の結果を隠蔽したとも主張している。スペンサーの犯罪、後悔の念が見受けられない様、逮捕時の釈明の不真面目さに触発され、ボブ・ゲルドフにより、ブームタウン・ラッツの楽曲、哀愁のマンデーが生み出された。また、 1985年の映画、ブレックファストクラブでは、スペンサーが発した、I don't like Mondays というセリフが壁の落書きとして登場している。ありがとうございます。